続いてはボイスクロスです。昨日は各地で成人式が行われました。本日のテーマは新成人の気になるニュースです。果たして新成人気になるニュースは何だったんでしょうか。昨日都内では数多くの成人式が行われ、東京都でおよそ11万8000人が新成人となりました。都内でも特に多い世田谷区の新成人に気になるニュースを聞いてきました。成人迎えられてどうですか。おばさんの仲間入りです。おばさんの仲間入りです。今年は不倫がどうなるのか気になります。俺スポーツ好きなんで、東京オリンピックあるじゃないですか。それがまあどうなっていくのかなっていうのがちょっと気になってますね。立派な大人になります。一発で司法試験に受かりたいと思います。頑張るぞ。これから社会へと羽ばたいていく皆さんが今気になるニュースとは、やはり注目はあの人物。消費税率が 5% に引き上げや、東京湾アクアラインが開通した1997年、この年に生まれた新成人が気になるニュースとは、やっぱアメリカ大統領トランプさんのことですか。オバマさんが結構世界平和だったりとか、なんてだろう、マイノリティの排斥とかをあんまりしなかったんですけど、結構人種差別的なこと言ったりとか、どんどんアメリカをこう囲っていこうとしている感じが、今のグローバルな流れの中で言ったら、あんまりアメリカ孤立すぎるのは良くないんじゃないかなと思います。こちらの姉妹は妹さんが成人を迎えたそうで、大学生で留学行ってて、この間帰ってきたばっかりです。気になるニュース、アメリカ大統領エレクションデーの時にちょうどアメリカにいたので、結構なんか泣いて抱き合ったりしてる人とかいたり、結構なんか歴史的瞬間にアメリカに入れたから、すごいいい経験だったなって思います。将来的に日本人がそのアメリカで仕事ができる感じだとありがたいです。いっぱいやりすぎて迷っちゃうけど、トランプかな。トランプが日本をがどうなるかなとか思ったりして。ちなみにこうどうなってほしいとか、普通でいいかな、今のままでいい。そうだよね。一方ひときわ異彩を放つ左側の女性は、イギリスと日本です。ハーフです。はい。やはり気になったのは、去年6月世界を揺るがした母国の EU 離脱。父がイギリスなんで、不安の一つです。はい。自分がもしそのイギリスのパスポート持ったら、その EU に自由に行けなくなるし、だからその EU のつながりっていうのがなくなるからです。でもなんか不安はあっても、何もかもうまくいくって私は信じてます。東京で信念を強く持つ女性といえば、やはりこのリーダー、小池百合子さんが、なんか本当にもう、東京オリンピックまで本当にもう、もう間に合って、築地とか、あとはオリンピックの会場が本当にもうできるかどうか、僕すごくもうそのニュースは本当にもう気になっております。こちらの女性も、皆さんに支えられて20歳になったので、これから恩返しができたらいいなと思ってます。東京都政ですかね。はい、身近に私たちが住んでる町なので、ぜひ良くしてもらいたいと思ってます。会場には新潟から駆けつけた新成人もいました。自衛官、陸上自衛隊の新潟の方で勤務させていただいてるんですけど、地元ですか。そうですね、こちらに地元がこっちなんで、成人式のために帰ってきたっていう形です。ご自身が気になるニュース。気になるニュースですか。まあ、やっぱ職業柄としてはその世界情勢みたいのは気になってしまいますけども、具体的に何かは、ちょっとそこは答えられないですね。ちなみに何か個人的なニュースとかって何かありますか。もう彼女できてないんで、今年こそはちょっと出会いたいなと思ってます。ここで捕まえようかなみたいな。新成人の皆さん、いつまでもその初々しい気持ちを忘れずにいてください。素晴らしい。いや、さすが自衛官の方はしっかりされてます ね。公的立場もわきまえながら、いや言葉遣いもしっかりしてるし、彼女募集もちゃんと成人式だったんだ。あ、本当、おめでとうございます。こんなしっかりしてないな。いや、でも若者たちからは海外の国際情勢に関しての話題が多かったですね。
ファンさんいかがですか。もっとニュースでもね、メディアでも海外情勢取り上げた方がいいんだろうなって、ちょっとこのビューティーアール見て思いました、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。以上ボイスクロスでした。